ナショナル交響楽団はワシントン DC のオーケストラ。ケネディセンターを拠点としている。日本ではワシントンナショナル交響楽団と呼ばれることが多い。ナショナルの名は関しているものの国立のオーケストラではない。ただし歴代大統領の就任式典での演奏を担当してきたためプレジデントオーケストラと称されている。1930年に ワシントンで設立された79名のオーケストラを母体として1931年に設立。初めの年は24回のコンサートを行った。初代音楽監督はフィラデルフィア管弦楽団でチェロ奏者を務めていたハンス・キンドラーであり、1948年まで務めた。キンドラー退任時には90人まで団員が増え、年間公演数も97回となった。 ついで、キンドラー時代に、主席チェロ奏者、及び副指揮者を務めたハワード・ミッチェルが、音楽監督となり、1970年まで務めた。キンドラー時代には、1959年に、国務省の講演を得て、中米、南米19カ国へのツアーを行ったり、1967年に3週間のヨーロッパツアーを行ったりした。また、市内公演での野外コンサートや、 郊外での夏のフェスティバルコンサートも行うようになった。これらの功績により、ミッチェルは退任後に名誉指揮者の称号を贈られた。1970年には、オーケストラビルダーと称されたアンタル・ドラティが音楽監督に就任し、その翌年に本拠地たるジョン・ F ・ケネディセンターが完成した。ドラティは、ミッチェル時代に衰えていたオーケストラの力量を引き上げたと評されている。 ドラキ在任中は最も意欲的な録音活動が行われた時期と言われている。ルイージ・ララピッコラなどの現代音楽も演奏、録音され、レパートリーの拡大が図られた。また、1976年にはアメリカ合衆国建国200周年にちなみ、12の作品が異色初演された。1978年にはエドワード・ケネディ上院議員の助力で、 ソ連から亡命したムスティスラフ・ロストロポービチが音楽監督に就任した。ロストロポービチ時代は最も輝かしい時代を迎えたビッグパワーを植え付けたと評されている。ロストロポービチはチェリストとして得た人脈を活かし、数多くの一流ソリストを招聘した。これによりオーケストラのレベルアップを図るとともに、ファン層を拡大したため、楽団員と理事会双方から交流された。 楽団員やスタッフは、ロストロポービチのことを、スラバの愛称で呼んだ。その後、レナード・スラットキン、イヴァン・フィッシャー、クリストフ・エッシェンバッハが務め、2017年から2018年シーズンにより、ジャナンドレアのセダが音楽監督に就任することが決定した。ジョン・コリリアーの作品の CD、怒りと回想によって、グラミー賞を受賞した。また、 ドラティ時代初期の録音9点のうち6つが国際的なレコード賞を獲得している。音楽評論家のクリスチャン・メルランはアメリカのオーケストラのビッグファイブとしてニューヨークフィルハーモニック、フィラデルフィア還元楽団、クリーブランド還元楽団、シカゴ交響楽団、ボストン交響楽団を挙げ、それに肉薄するオーケストラとしてロサンジェルスフィルハーモニック、 サンフランシスコ交響楽団、ピッツバーグ交響楽団を挙げているが、それのさらに一段下がったオーケストラとして、セントルイス交響楽団、ヒューストン交響楽団、ボルティモア交響楽団、デトロイト交響楽団、シンシナティ交響楽団、ミネソタ管弦楽団、アトランタ交響楽団、ダラス交響楽団、シアトル交響楽団、そしてワシントンナショナル交響楽団を挙げている。 ありがとうございます。